はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。続いて、エジルギムリです。やっと実装されました。翡翠亭エジルラン、5億年待ちました。コナミくんさ、ちょっとさ、ある程度さ、パックの順番守ってもらっていいですか。なんか、順番飛ばしてなんかいろんなモンスター実装しますけども、エジルラン待ってる人もいるんですよ。世の中には。私もその一人でございまして。やっと来ましたね、このエースモンスターですね。翡翠亭エジルラン。これめちゃくちゃ強いんです。どういう効果持ってるかっていうと、ていうかだから、水属性か、翡翠カードをぶん投げると、特殊召喚できますと、まずね。で、レベル7のチューナー。で、特殊召喚成功するしたときに、トークンが出ますよと、レベル3の。だから、まあ、簡単にレベル10シンクロもできるし、あと、リンクにとか、簡単に出せるというところですね。で、自分は水属性モンスターしかエクストラデッキから特殊召喚できないよという縛りがついちゃうんで、例えば、まあ、バロネスとかね、こういうモンスターは、まあ、水属性じゃないんで出せないんですけども、エジルキムとか、双剣太鼓、ショウエイさんが出せるんで、まあ、とても強いモンスターとなっております。でですね、おまけというか、装備カード装備してると、イニオンクレイドルとして扱うっていう効果あるんで、エーゲロカシスとか、装備すると、一応、イニオンクレイドル扱いになって、翡翠呪縛の、効果が起動できるとか、そういう感じの、ギミックになっています。で、これをサーチするギミックも結構たくさんありましてですね、まあ、まず、エジルで持ってくる、その、溶乱がね、何にでもなれるんで、翡翠モンスターであれば。まあ、これ普通にサーチできますんで、あとは水属性を手札に抱えれば、特殊召喚は簡単にできるから、レベル10のシンクロが簡単にできますよというところですね。はい。で、ですね、ギミックは、まあ、ある程度順に寄せました。まあ、結構、海洋とか、とはとても相性がいいんですけども、エジルラン。まあ、一応、最初はやっぱ純正で使いたいなというところで、順構築に寄せておりまして、で、一応入ってる、まあ、順以外のギミックで言うと、ここの、ディオニギリスとディーバーのギミックですね。あと、この、シンクロオーバーテイク。ディーバーはね、めっちゃ強いんですよ。ディーバーがイコールエジルに繋がるギミックになっていまして、ディーバーってディオニギリスを特殊召喚できるんですけども、ディオニギリスっていうのが、自分か、自分以外の水属性モンスターのレベルを倍にできるっていう効果がありましてね。で、ディーバーからディオニギリス出してくると、レベル7かレベル8のシンクロができるんですよ。これだけで。だから、レベル8であれば結構ね、ドラガイトとか、あとアクセルシンクロスタラストラゴンみたいな感じの動きで、まあ、バロネスが出たりとか、あと、デュオニゲスの、効果でレベルをこっちを4にして3で7シンクロすると、この、プリマドーナが出せるんで、プリマドーナから、相手の、カード一応ちょっと1枚手札に加えちゃうんだけど、それやるとデッキからレベル4以下の水属性特殊ができるんで、これでエジェルにアクセスして、で、エジルから、なんかその、カード持ってきながら、3と7で10シンクロみたいな動きができるんで、ここでエジルギムルに繋がるみたいな感じですね。だから、ディーバイコールエジルギムルだし、ディーバイコールバロネスだし、っていう感じなんですよ。だから、まあ、これはさすがに強いというところで、入っています。まあ、それ以外は、基本的には順ですね。構築的には。で、まあ、翡翠デッキっていうのは、結構ギミックまま優秀で、まあ、例えばこの翡翠呪縛ですね。これイニオクレイドルが存在していて翡翠モンスターがいるとなんか相手は召喚判定書が特殊召喚されたらヒードルモンスターとか発動できないという隙トレみたいなことができるんでこれめっちゃ強いんですよ。でさらにこのコスモクロワが、存在していると特殊召喚されたターン2しか効果発動できないということでイニオクレイドルコスモクロワ呪縛っていうあの動きをするともうなんかそのモンスターが一切効果発動できなくなるんでめっちゃ強いというギミックがあるんですね。まあ、こういうね、動きを、かましていければまあいいかなと。まあ、ちょっとそんなにね展開めっちゃできるテーマじゃないんで妨害数はそこまで、多くないし縛りもそんなに強くはないんだけどやっぱこの3倍コンボ揃った時はめっちゃ強いしあとこういうね御前試合みたいなカードも一応無理なく詰めるんで、まあ、こういうところで一応対抗していければいいのかなと、はい、いうふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ差別を受けて全く実装されなかったと言われている翡翠亭エジルランさん急に実装されましたんでね、使っていきましょう。マジでバンキッシュソウルとかバリバリに実装してるくせにエジルランだけなんでこんな遅えんだブチギレるぞ。いやブチギレていたかなもうすでに。ああさあ翡翠亭エジルランの効果発動。とりあえずエジルちゃんをぶん投げて、まあ、エジルちゃんぶん投げるってことはエジルあるってことなんだよね。で翡翠トークンを特殊召喚していく。これでレベル中シンクロすぐできるんですけども、まあ、龍炎ですねこれ。はい、これあれです。水属性縛りがついちゃうんで、まあバロネスとかなんかそういう系のなんか強い重シンクロモンスターはちょっと出せないよというところなんですが、まあエジルキュービルちゃんが出せるんでね十分すぎる。エッチすぎた。で、翡翠エジル召喚効果発動。さあ翡翠のエジル召喚して
いやまあこれ呪縛あるからイニオンクレイドルだな、さすがに。翡翠艇イニオンクレイドルが、存在している場合、翡翠呪縛があると相手はなんかスキドレ状態になるとかいうガチでやばいこと起きるんで、これで呪縛張ってドヤ顔エンドですね。はい、おい、続いてイニオンクレイドルがありまして、翡翠モンスターがいる状態だと、呪縛は相手が召喚特殊召喚したターンにはそのモンスターの効果を発動できないという効果ありましてですね、マジで強いです、このカードが。はい、これ結構ロックかかってます今相手、だいぶきついと思います多分ね。龍炎、やべ、宿敵来た、宿敵だ、宿敵、ぐぬぬ許さない、貴様のせいで、あの翡翠の世界がめちゃめちゃにされましたからな、このバカのせいで、裏切り者のバカのせいでな、ちょっとマジ許さん、マジで許さん、あー来た、いや、しかもなんかぶん投げてやがるぜ、バクヤを、それも許せねえな。ただ一応バロネスとか出しても効果は発動できないから翡翠呪縛を爆破することはできねえぜ。レベル10、これ何でいくんだろうな、水属性中だからエジュール気分で出てくるみたいな説あるそんなことはない。あー、翔英さん、翔英さんじゃないですか、あなた龍炎さんから出てくるとちょっとあれですね、うってなりますね。まあいいでしょう、これ打点下げとくか、一応エジュール気分で殴られるのちょっとまあ嫌っちゃ嫌なんで、まあ殴られたら別にいいんだけど、死ぬから翔英が、まあ、一応打点下げておきましょう。さあこれによって、フィールドのモンスターの打点が、エジル分下がりますね。はい、いったあいつらさ、バーンダメージ結構飛ばしてくるから厄介なんだよな。さあどうする、これ効果発動できないから結構バクヤとか意味ないんですよね、バクヤとかタイヤとかあの辺の効果意味ないんで、めちゃくちゃ強いでしょ、まあ、スキルドレインだね実質。あ、バトルか、オッケー、バトル、あー、エジル、なるほど、エジルはぶん殴られると、墓地から翡翠モンスター特殊召喚しながら、まあ、墓地か手札から翡翠モンスター特殊召喚し、うざ、まあいいか、まあ1枚ドローはいるそうで、戦闘では破壊されません、1ターンに1回だけ戦闘効果では破壊されません。でエジルラーンを特殊召喚して、これエンドフェーズで帰ってきます。さあ、どれを殴る、まあ、どれ殴ったってあんま変わんねえけどな。あー、オッケー、了承、ま、だがダメージは受けてもらうぞ、なれ、いて、もう4パチだよ、もう4パチだよこれ、結構ダメージ削られたな。割とね、あの暗転とかには強いと思いますね、エジルギメルの効果がめちゃくちゃ強いんで、暗転とかだったらいける。あー、ゴードンかめちゃくちゃ打点下がるな、ゴードン打ったらめっちゃくちゃ打点下がるけど、龍炎くんの効果使ってくんねえかな、これで使ってくれたら除去れるんだよな。さあどうだ、これで10枚除外して打点がめちゃくちゃ下がったぞ。さあ翔英くんの効果打点4になってしまった、まああれはどうでもなるか大丈夫だ、あれは多分どうとでもなる。で、あ、使わない、うざ、使わないのちょっとキモいな。ですね、それでは、トレモラでいいかな、トレモラをぶん投げて、特殊召喚しましょう、エジルランを。これだ、翔英には翔英と言われてますからねあー重いなこの掃除、いや関係ねえ、このターンで殺せばいい、多分殺せんじゃねえかなこのターン。はいはい、でモンスターもちろん特殊召喚する、あと、あのクセカードが何かによるね。で、ニオンクレイドル効果発動。エジル・ギミルの打点分、翔英君の打点下げて、これは効果まだいい。ちょっと全然翔英の効果使ってくんないじゃん。さあ、とりあえずシンクロ召喚したいがよろしいか？シンクロ召喚したいがよろしいか？なんだそのカードは。そのクセカードなんですかという話ありますね。それ、暗転ですか？墓穴か、なるほど、穴か、あ、トレモラか、ま、穴はいいか、穴はいいや、穴は OK、 了承、これ使うってことじゃ、ああそういうこと、
じゃあ一応発動しますね。さあ、エジルギミルは、カードの効果に遅延するとそのカードを除外して、でさらにこのターン自分のフィールド上のモンスターが、なんか効果で破壊されなくなったりとか、除外されなかったりしますね。さあ一応照英は処理することができましたということで、あー呪縛が関係ないね、いい関係ないね。まあ一旦照英出しますよ。私も照英を出します。レベル7のエジルランにレベル3のトークンにレベル7の、エジルランをチューニング、現れを双剣対抗照英4400杖、そして、攻撃力0のレベル10の水属性モンスターをリリースし、現れをゴッドスライム。打点足りてる問題、打点足りてるやん、来たわ、勝ちか。バトルフェイズいくぜ。うお、スライムハンドクラッシャー、対戦ありがとうございました。ドラー、やっぱ呪縛ってカードマジで強いね。なるほど、やばすぎるハンドだな。何もできないな、これ何もできない、やばい。ちょっといや、ギミル出しに行くかエジル持ってくるか難しいなこれ。まあエジルの方がいいか、エジルで一応ちょっと次のターンのこれでさ、これうらら打ってくんないかな、これなんかさチェーンあったんだよね、いやー打ってくんないか、そしたら大軽減だったんだけどね。なるほどね、いやーこれギミルの方が良かったかこれ、いやなんかうららじゃないかなと思ったんだよな。なるほど、どうしましょう、やばいですねこれ、そうなってくるとやばいですね、そうなってくるとやばいですね。まあこれセットセットになっちゃうな、セットセットセット、いやこれギミルの方が良かったか、エジルランだったかな、これ難しいっすね。いやなんか増字なんかなこれ、チェーン的にじゃあの可能性あるな。うららなんかさ、エジルだったらうらら打ちそうだよね。まあでも相手知らねえか、リボルブ、なるほど。いやなんか意外と翡翠ってさ、翡翠なんだっけ、翡翠ギミックがあんま知られてないので、多分なんか知らない人いるから、なんかエジルにうらら打った方がいいとかあんま分かってない人いそうじゃないですか。その辺がね難しいところですね。ストライカードラゴンですね、ストライキングドラゴンですね、ストライキングドラゴン。いやこれさすがに1回するか、召喚剣使ってないもんな。あとビーステッド食らわないっていうところはいいところです、このデッキの水属性しかいないんで。はい、ビーステッドは自分の墓地には食らわないですね、相手の墓地はあのガンガン自分で除外してどうぞって感じですけど、ドルドブルも OK、 ドリード OK、 まあ特殊召喚してないからエジルは大丈夫ですね、これ召喚してるだけなんで。マジで弱そうだけどなこれ、この盤面な、めちゃくちゃ弱そうだけど、一応妨害二妨害あるんで、ドラゴンリークだったらこの無効系辛いんじゃないかと思うんだよな。ロムルスオッケーで、ここは無限法要からだな、さすがに。で一回ロムルスで無限法要をかまして、で警告はないで、あとは召喚権が残ってるんで展開がどこまで伸びるかですね、相手の。はい、でボチリソースもまあ切れてるんですけどね、相手。あーバルドレイクか、なるほどね、バルドレイキング出てきて、はい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 、了解です、除外して出てくる、 OK。 いやーこれまだ召喚剣使ってないの結構やばいな、どうすんだろうこれ。バトルか、なるほど、バトル。まあちょっと1回翡翠のエジルをの効果を使って、あーはい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 、増字ね、いやこれ一応止めるか、抹殺の指名者、いやこれさっき言ってほしかったな、じゃあドロフェ増字してほしかったわ。じゃあドロフェ増字してほしかったというところはあるが、まあ一応ね、はい、相手の墓地にね、モンスターがいないとね、大権限できないんだよね。これバグってんだよ、あのカード。別にさ、そのぐらい許してくれてもよくない？
大権限デッキカラーにしたところでそんなに強くないから別にいいと思うけどな。これはいいや、何もしなくても除外してなんか美味しいことあんまなそうな気がするし、あのデッキ。はい、オッケー。戦闘では一回吐かせません、一回だけね。ああ、でもエジルはさすがにちゃんと殴らないと。これエジルが墓地に行くとね、イニオクレードで回収できるんで強かったんですけど、お相手してなかなか分かってますね。まあ、ただセットが侵食だということは分かってないと思うから、うっせえマジ。いやまあさすがにやばいか、それはカオステリトリー動きに来てんな。いやでも大丈夫だ多分、これあの呪縛できるんでなんとかなりますね。オッケー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 。で翡翠呪縛、呪縛じゃねえや、侵食だ。侵食の方が発動、相手のフィールドの表側のカードの効果を無効にしながら自分のフィールド上の翡翠モンスターを爆破するぜ。うわっ、よし、ギリギリ耐えているぞ。オッケー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 、耐えてる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 。これどうすんだろう、ユニコーンとかで侵食除去ってくるのかな。そんなことはしないか、意外と耐えてるぞ、意外と耐えてる。あ、天球か、なるほどね。オッケーオッケー。で手札リボルブートセクターなんで、あれ手札リボルブートセクター確定してるんで、あ、イジルラーメン来た、なるほど、エジルラーメン来たぞ。エニオングレードの発動、自分の墓地から翡翠モンスターを回収することができるぜ。よし、オッケー。でこれはさすがに大権限できるね、これ大権限できるわ。3ターン目以降は強いんだよな、3ターン目とかあと2ターン目とかは強いんですよね、大権限打てるんで、さすがに大権限。さあデッキからリクルートが入りますぜ、どうしますか。天気の聖国院くん、手札に戻せたから、これエジルラーメン引いたの強いな、これ俺多分。翡翠大権限の効果によってエーギロカシス出てきて、で一応バロネスできるんで、これ多分相手もう使わないといけないんですよね。これこれエジルラーメンくんの効果じゃないんで、これ縛り入ってません、今縛りは入ってません。なんで普通にレベル10進行できます、何でも出せる。打つのはここだぞ。おお、分かってるね分かってるね分かってるね、意外と。天球の聖国院、なるほど、いいでしょう。聖国院効果発動する、でなんか出てくる、まあ、マグナムートとかなんだろうな多分、違うかな、あそうだよね。でマグナムート出てきて、でマグナムートの効果発動、いやこれは侵食するか、これは侵食しましょう。エジルを爆破して相手のマグナムートの効果を無効にしていく。これで相手マジで、リボルブートセクターと、デッキトップの勝負になると思うんで、で、素引きしたエジルラーメン効果発動してトークン出してきた、トップが強かったぜ。さあ翡翠トークンを特殊召喚、そしてレベル3の翡翠トークンに、レベル3の七トークにレベル7のエジルラーをチューニング、シンクロ召喚、現れろ翡翠手エジルギミル、かわいい。これで一応バトルフェーズか、まあ一応装備しよっか、一応装備しておくか。 OK、 よし、これでバトルフェーズだぜ。うおっ、でメイン2、これあれじゃない、なんだっけ、ま、出てこないと思うけど、バレルエンドとかに殴られないだって強いな、これな、4200だからバレルエンドに殴られない最強。42突破するの意外と大変だろう。アンケルとかも効かないからな、エジルギミル君チェーンすればエンド、よし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 来た。ただ俺も言うてそんなに、そんなになんか、展開できない反応なんですよねこれはエーゲロカシスを装備解除してぶん中に行くしかないことないな。エーゲロカシスの効果発動、エーゲロカシスの効果によって、あ、チェーンアンナーなんだ、 B ステットかなこれ、 B ステットかな、多分1枚がリブロブトセクター確定してるんで、まあ、バトルフェイズですね。急進クロ入れるこれ増人召喚からの急進クロ入れるなんか、あっぱ、なんだっけ、アーケティストが入れる、
あとあれドラッグオンバーミリアンとかいる。さすがにだな。アネモネが水属性モンスターを含むモンスターにだったら強いねよ。うわトレーサー来た。なるほど、トレーサー来た、トレーサーくん来ました。一体でリンクストライカー、なるほど、リボルブードセクター、え あとビーステッドですよね多分それ。手札じゃんリボルブードセクター効果と、えこれさすがに最強ですよこの効果。これあの永続トラップとかフィールド魔法には無理の強さが起こってまして、だから効果にチェーンして発動すると除外できるんで、さすがに最強ですよ。あれこれは来たか、さすがにきついのでは。よし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 、ドロー、いや最後までゴミだったドローは。まあ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 、まあ、殴って勝ちか。バトルフェイズいっきゃー、おらー、いけ、エジルキミレでダイレクトアタック、よーし、なんかすーごいジリジリした戦いでしたね。あーなるほど、何もないやつね、スカラマリオンね、グラバースニッチね、あー不穏な空気ね感じるね。これレベル3 2体でオーバーレイですかこれは。はい、あーなるほど。あーなるほど、察し。おっとペンデラム召喚ダークドリアード、なるほど、そのなんか謎にモンスターがいっぱい展開されてるぞ。おー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 、よくわかんないけどいっぱい出てきたな、おいいっぱい出てきたな、おい、え8910重心区レベル10、何これ。あ、最果てのゴーティス来たわ、最果てのゴーティス久しぶりに見たわ、最果てのゴーティス、これ何すんだこれ、わかんねえ、なんだなんだこのデッキ、マジでわかんねえ。何が起こるんだこれ。コーディニラル効果でこれあれですか、遅れつけてくるってことですか。え、なんかくれたわ最果てのゴーティス、強そう、どういうことやこれ。あーあーすごい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 、あーあああ、ものすごい量のモンスターが除外されておりますな。これであれですか、もうどんどんゴーティスの打点が上がるっていうことか。はあはあははあ、13000で主題機の効果、そうやって上げられるんだ、なるほど。これ除外されてるカードだったら何でもいいのかな、ゴーティス、最果てのゴーティスくん、うわすごい13800、やばすぎ、何が起きるのこれ。はい、チラキチェーンさんまで行ってめっちゃ除外されて、なんかめっちゃ出てきて、13800のバケモンが謎に爆誕していく。え、これどういうこと、なんかこっからあれかマシマックかなんか行くの。リプロドクス炎属性、いやマジでわからん、何これ。え、おい何日、あやばい、13800万だ、痛い、あ、え